はいどうもみなさん、こんにちは。スターディーの方のゲントです。今回扱うのは、改正中学の入試問題。中学入試の問題なんで、小学生が解く問題なんですけど、結構ですね、大人の方でも正解にたどり着くのは難しいですね。小、まあ、数第48位までは求められたとしても、56位と96位については、また考えなきゃいけないことが増えていくので、担当するのはかなり至難の技なんですね。今回、この問題を解説するにあたって、皆さんが何気なく使っている割り算の筆算 この原理からしっかりと考えていこうと思うんで、まあ、そこも合わせて理解してもらえたらいいなと思います。それでは問題。9998分の1を小数で表すとき、小数第48位の数、第56位の数、第96位の数をそれぞれ求めなさいと。まずはですね、割り算の筆算について、どういうことが行われているのか、とと見ていきましょう。まあ、1368割3。こんなのね、できるよって方もね、まあ、ほとんどの方ができるよって感じだと思うんですけど、 まあ、こういうふうに割り算することができるね。じゃあ、この、まずね、4を立てましたね。この4を立てたっていう操作っていうのが何を表しているかというと、1368を3つに分けてあげると。それに当たって、この4っていうのは400の4ね。すなわち、とりあえず1368のうち400ずつ取ってあげると。合計1200だよね。これが、ここね。 1200に対応してる。1368から一旦400ずつ、すなわち1200を引いてあげると、残り168になるね。じゃあ、この168を3で割ってあげることを考えたら、次に5を立ててね。これは50でね。次に50ずつ分けてあげたら、ここ150ね。 出てくると。じゃあ残りは18になるわけで、この18を分けてあげたら、まあ6が立つわけなんだけど、それが6度。で、最終的に456。全部足してあげて、1368は456が3つということが分かるわけね。400最初立って,て、50立って,て、6立ってる。こういうふうに順番に立っていったっていうのが、まあこれが割り算の筆算の原理なわけですね。これを踏まえた上で、この問題についても、まあ筆算やっていくと1、1百9 9 8まずは 0. 次、2。で、0000まで、ここ、0が立って、2, 2と。ま、同じように進めていくと、こういう風になるね。ここで気づいてほしいのが、規則性ね。まず、小の部分について見ていくと000、0001、0002、0004、0008と、どんどん2倍になってると。で、さらに、割り算の過程で出てくる、ここの数字、1、2、4、 8、16と、ここも2倍になってると。この規則性にさえ気づいちゃえば、まあ、小数第48の数は求められるわけね。48割る。これ4つで一セットなわけだから、割る四で12。ということで、45、小数第45位、46位、47位、48位の、ま、こういうセットがあって、こいつっていうのは、ま、12番目のセットなわけだから、2を1回かければいいね。2を11回かけると20、2048。 小数第48位は8という風になるわけです。じゃあ、ついて、小数第56位はって言われたら、え56位だから、5 6割る4してあげて、14。ということは、小数第53位、54位、55位、56位。このセットね、っていうのは、2の13乗、2を13回かけてあげて、8192だと、よって、答え、2っていう風にやっちゃダメだね。2じゃない。なぜかというと、次の、 セット考えてみましょう。ね、57位から60位の分。そうすると、まあ、2の14乗をかけると、16,384と。これって、1、6、3、8、4、みたいな感じで、1、あぶれるんだよね。この4桁の枠組みに収まらないわけ。じゃあ、この1をどうすればいいかというと、この小数第56位に足してあげるのね。だから答えは3と。なぜ、これね、あぶれたものは小数第56位に最終的に足してあげればいいかというと、 これはさっきの筆算の原理と一緒。まずこれ0.0001っていう風に考えてあげたわけなんだけど、どういうことかというと、1.000から9998に分けるにあたって、まず最初に分けたのが、ここね。この400に対応する部分が0.0001なわけ。そうすると、2が立つわけだけど、これっていうのは厳密に言うと0.0002と。これだけ残るんでね。 じゃあ、こいつを分けてあげるとなると、今度は0.0000002が残ると。で、それずつ分けてあげたら、残り0.004が残って、じゃあ、その次分けてあげると0.004っていうふうになる。まあ、それが繰り返されていくわけね。とすると、順番に分けていくっていう操作を考えて、最終的に足すということをしたいのであれば、まあ、これも同じように0.0000って、まあ、ずっとついてきて、8192。 っていうふうに分けてあげた上で0.016384っていうのをまた分けてあげるっていうのを繰り返していけばいいわけでしょ。で、最終的に456みたいな感じで足してあげるわけだから、これらを全部足してあげる。 すなわち、この位の部分も足してあげることによって答えを出すことができるわけね。だから2たす1で3という風になるわけ。こんな感じで、これ小数第56位を考えるにあたって、後ろの組からあぶれてきたものも考えなきゃいけないというわけなんですね。まあこれに気づければ小数第96位も同じようにやってあげればいいと。まあ96割4は24なわけだから、 ね、2を23回かけてあげればいい。23回かけると、まあ、この計算ね、地味に大変だけど、こうなる。ということで、まあ、93から96位の組っていうのがどうなるかというと、8388608と、こういう風なだね。ただ、次の組も考えてあげなきゃいけないわけでしょ。まあ、これをさらに2倍してあげるとどうなるかというと、16777216というふうになって、これ書いてあげると、1677 で、7216と。で、次ね、え、これ2倍してあげると、33554432という風になって、これは8桁だよね。ということは、小数第96位のところまではたどり着かないね。33554432だから。ということで8、8たす7計算してあげて 5! っていう風にやってもダメね。なぜかというと、ね、その次の子まあ、確かに、 3,3,5,5,4,4,3,2で、小数第96位に影響しなさそうなんだけど、落とし穴ね。ここ7、7たす3で繰り上がるよね。ということで、この繰り上がりも考慮した上で計算すると8、8たす7たす1で、小数第96位の数は6という風になるわけです。まあこんな感じで、まずはね、規則性に気づいてあげるっていうのがポイントなわけだけど、その後に、じゃあ、後ろからあぶれてきたものの処理をどういう風にしていくのか、 っていうのが小数第56と96の話で、まあ、ちょっとね、えー、割り算の原理っていうものを考えてあげるとすごく面白いんじゃないかなと思います。じゃあ最後に、この問題の原理について解説すると、9998分の1っていうのは、このね、無限等比数列の和で表されるのね。まあ、この話は数算のね、 話なわけで、これが背景にある問題を、ま、小学生が解くというわけで、まあ、かなりね、改正中学の入試問題が難易度高いということは分かってもらえるんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じで今後もね、え、面白い問題たくさん扱っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。